パシフィックエキスプレスは、マリンエキスプレスが運行していたフェリー。ミミツマルの代船として、三菱重工業下関造船所で建造され、1992年に川崎日向の京浜航路に就航した。竣工当時は、通年での高快速力において、世界最速のカーフェリーであった。急船ミミツマルが旅客中心の仕様であったことから、 トラックの輸送量が限られている状況を勘案し、トラック重視の仕様としつつも船内は、貴品さと優雅さのあるデザインとした。また、川崎港の岸壁を考慮し、世界初の高化式ランプ兼用のバウバイザー、ダウンバイザーを選手に取り入れた。1994年には、宮崎側のターミナルに、宮崎港を追加し、フェニックスエキスプレスと共に、日向。 宮崎の確実運行を実施。2002年には宮崎航路を、高知港、日向航路、那智勝浦港へ途中寄港を開始した。2005年経営悪化による景品航路休止に伴い海外売却。韓国、シークルーズ車、KC レインボーとして、平沢日商航路。2010年に韓国、グランドフェリー車、セカマルー。 2013年から2015年に中国日照海通半林日照東方2016年からメキシコバハフェアリーズバハスターズとして運行旅客設備はリラクゼーションをキーワードとした演出とし船内は英ゲ界を望むギリシア神殿をイメージしている